はい、読谷なんでも調査団はじめちゃんでございます。本日ですね、なんと、こちら FM 読谷に海外の、留学生といったらあれですね、ホームステイの方来ていただいてますのでね、ちょっとインタビューしてみたいと思います。こんにちは。こんにちは。お名前を教えてください。アルゼンチンから来ました、ヒガ・ルシアーノです。よろしくお願いします。ルシアーノさん。はい、ルシアーノです。はい、アルゼンチン、いつから、こちら読谷村に来てるんですか？9月、8月30日に着いて3ヶ月の研修なんで、もう11月30日には帰ってます。研修で訪れてるということですか？はい、研修っていうのはどういったことをされてるんですか？沖縄の文化を学ぶためです。はい、移民して、昔移民していた、しに行った読谷中の子孫を招く、研修です。で、その子孫を招くということですが、具体的に何かどういった活動をされるんですか？日本の文化、日本語とか三線とか陶芸とか歴史とかアイデンティティとか、いろんな授業を受けてます。こちらは、どういったところで受けてるんです？読谷ではなく、読谷中部の市町村を集めて一緒の同じところの文化センターでやってるんです。あ、なるほど。はい。で、今、ホームステイ先は読谷村。そうです、ソベです。ソベ、はい、いいところですね。はい。で、この読谷村、3ヶ月近く今住んでると思うんですが、いかがですか？もう心地が良くて、もう帰りたくないです。帰りたくない？はい。帰らない方がいいんじゃないですか？はい。帰ってもまたすぐ来ます。あ、帰ってすぐまた来るということですのでね。比嘉さんが感じた、読谷村の魅力って具体的にどういったところがありますか？あるいはスポットでもいいですよ。人のつながりですかね。人のつながり。はい、僕のが知らなかった親戚がたくさんいて、お父さんとかおじいおばあの、同級生とかたくさんいたんで、みんな本当ちゃんとよく覚えてるんで、もうそれがびっくりしました。じゃあでも一度にね、大勢の、親戚が会って、結構名前とか覚え全然わかんないです。はい。たくさんいて、ね、またね、今度来られた時にね、またその人たちに会うと思いますのでね、名前はその時までね、また覚えておくって。はいね。はい、じゃあぜひね、見てると思いますので、一言お願いします。一言なんて言ったらいいな。皆さん、この3ヶ月間どうぞ、どうもお世話になりました。はい、はい、ということでね、またね、すぐ帰ってくるということですのでね、ぜひね、またいらして、読谷村でね、また人のつながりね、大切にしていただきたいなと思います。本日ありがとうございました。はい、ありがとうございました。